はい、どうも、トマです。退院して約1ヶ月かな、1ヶ月が過ぎて、ようやくここ2週間ぐらいでアクア活動が再開できまして、で1年間ね、入院してたせいか、前は当たり前だったことが今ね、ものすごく新鮮に感じてて、毎日ね、すごく幸せに過ごしております。ありがとう。で、アクア活動再開できたんですけども、ずっとね、入院中、世話を、僕世話できなかったんで、任していたんですけど、結構ね、飼ってたお魚たちが落ちまして、で、フラワーホームもそうですけど、金ぺこもね、十数匹落ちまして、で、今後何があるかわからないので、前もね、動画に載っけたんですけども、飼育環境をだいぶね、縮小しまして、今ね、肉食魚水槽が1本と、金ぺこ水槽が2本と、淡水フグと、いや、こんなもんっすね、こんなもん、4本ぐらいか、飼育しているんですけども、前はね、水槽が15、6本ぐらいあって、グッピーなりね、ベタなり、金ぺこも含め、そうですけど、いろいろ飼ってたんですけど、半分以下に落としまして、飼育環境を。で、今、自分のできる範囲内でアクア活動をやっているんですが、今後の目標っていうか、やりたいことがあって、アクア活動ではね、金ぺこをね、自分の好きな血統の金ぺこを交配させて繁殖させたいなっていうのと、あとは ADA の水槽をとりあえず残しているんで、それに、小型プレコをね、何種類か混合させて飼育していきたいなと思っております。で、あとね、ベタもまた飼育していきたいなと思ってて、思っているんですけど、僕ね、今ニートでして、 経済的にもね、あれ買ったりこれ買ったりっていうのができないんで、しばらく通院って形になるんでね、仕事できないんで、小規模でアクア活動を楽しんでいくんですけども、今、金ぺこ水槽が 2つあってね、分けてるんですよ。自分が取りたい、繁殖させたい血統だけを突っ込んでる水槽と、あとは何種類か、血統不明含めて何種類かの血統が入ってる水槽とね、分けているんですけど、狙ってね、繁殖させようと思ったら難しいね、血統プレコ。なかなかうまくいってないんですけども、前から。で、それとは正反対に、何でも金ぺこ水槽、あのね、
ちょっと困ったことに3種類の金ぴょこたちがね産卵してまして、そのうち1種類はもう孵化したんですよ。確かにワイルド同士とワイルド×第2系統×裸足ブリードと、ワイルド×KZ ブリードの血統プレコが産卵孵化してまして、でほとんどね、まあ、水槽とかもそうですけど容器とかもね処分したんで、今最低限で本当に飼育してる感じなんですけども、まさかのね放牧水槽がね一気に産卵しててね、困っててやっべみたいな、どうしようみたいな、はい。で、あ、前の経験で言うと、まあ、放牧水槽もね、まあ、全然産卵しなかったんですよね、うん、まあこればかりはね、まあ、人間と一緒だと思うんですよ。好き嫌いとかねあると思うし、タイプじゃないと思うしみたいな。でもね、なんか試しにと思ってね、土管突っ込んでやってたら一気に産卵しまくってね、やってみたいな感じになってはいるんですけど、まあね、2種類に関してはまだ産卵したばっかで孵化はしてないんで、これからだと思うんですけどね、まあまたそれをがね孵化したりとか成長したりしたら動画に載っけて いきたいと思うんですけども、まあ、僕の YouTube のアカウントの話になるんですけど、まあ熱帯魚がメインでね、もともとは配信してたんですけど、最近はね入院生活のこともあって漫画とね、あ、漫画にめっちゃハマったんですよ。で、ものの数ヶ月で漫画今1300冊ぐらい所有してて、で YouTube チャンネルでも漫画紹介とかね、本棚紹介とかやっているんですけども、今後ね多分それが主体になっていくんですけど、まあ熱帯魚アクアに関してはね雑談がメインになってくるのかな、うん。そうそうポンポン買えないしね、生態も含め用品とかもね、だから雑談になると思うんでね、その辺よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、今回はこれにて雑談は終わりますが、今後ともトーマの趣味部屋をねよろしくお願いいたします。あとねチャンネル登録いいねもよろしくお願いいたします。で、アクアベレッジでね店長に預けていたスペシャルな金ぴょこをね今週迎えると思うんで、それも楽しみにしていただけたらいいなと思っております。では。